シャークナビとスクリームを楽しむファンたちの反応集。この動画には映画プリキュアオールスターズ F のネタバレが含まれております。まだ未視聴の方はご注意ください。映画プリキュアオールスターズ F、シャークナビとスクリーム、そして空間。めっちゃいい。君は最強で最高のプリキュア。キュアスプリーム。美しい。ラビット。双子先生、これは公式的に映画のネタバレ解禁ということで OK ということで。この言い方だとまるでプリムキュアスプリーム引いて破空間まで邪悪みたいじゃないか風評被害。人間的生命体でしたね。これは邪悪。僕より強い奴に会いに行く。ルース思い出す見た目。イグドラシル絶対許さねえ。ジガギラス、ウル、ジャケルガかな。ニコルを、ま、ジェガルガでしょ。ライトウィングのあれでしょ。打ち切りレベルのやけくそ的。航空格納はやくいやつだったんで。くれたものには破壊するけど、それは相当いいやつ。まさかのプリキュア強気ファン。さすがプリキュアだ。宇宙一強い僕の次に強かった。迷惑系最強中。地元じゃ負け知らず。地元銀河系。裏切り者かと思ったら、初めから小細工なしでガチンコバトルがお望みだっただけだった。なお負けたら惑星消滅、全開 X 回。本性を表した時の黒化がかっこよさすぎて。ここフューチャーは死にするって意味だったのか。適当。僕に負けたから君たちの未来、はい終わり。まあ実際もともと敵に負けたらそうなるのが説理ではある。実際一度なったんだよな。とりあえずキュアスプリームは最強。スプリームはもっと最強。坂本真綾さん怖い。プーカ君と一緒に泣き出す子ある一定数いそう。あそこの殺される感ゾクゾクしちゃった。お前を殺す。あの着地に持っていったの、そこまで違和感なかったのすごいわ。正直想像で保管したところもあるけど、多分この監督じゃないと、いやおめえはダメだわになってた。ただでさえキュアスプリーム嫌い勢もそこそこ発生してたらしいしな。応援上映だとスプリームへのヤジヤバいって聞いた。ワイは映画終わった後アクスタ欲しくなるくらいには一気に好きになったけど、嫌いになる人がいるのもまあわかる。デスビームがデスビーム以上にデスビームしてそう。設定的にも歴代プリキュアラスボスたちが束になってもあるいはかなわなそうな企画外。広がりズムの2番歌詞、無敵だと強くなれない、優しいだけじゃ超えられないってとこ、完全にスプリームとプーカの関係性と合致しててひっくり返った。映画見たらスプリームというネーミングがこれ以上ないほどカチッと当てはまるわ。キュアプーカ君も一気にプリキュア最強格に躍り出たな。まさかムーンライトさんとかが一気に見劣りするスペックになるとは。結局性別なさそうなんだよな、このプリキュア。あの後プーカ君との二次創作ファンアートがはかどってる人多いの助かる。今回だけで終わるにはもったいないわ、この二匹。非常に重力で思考で最高だったよ、スプリーム。なお双子先生からの扱い。